吉野さん世の中にはねやっぱこう自分の才覚でのし上がっていく人っているもんですね、まあ、私はね何と言いますか情けないことに寝てる間にここに傷ができてしまいました千正でございます <laughs> あ実はね寝てる間にもう一つあるんですよ昨日と今日にかけて100万売ってるんですよ私あの FX のオリガルヒっていうのが結構ねあの人気でですね 今50万で販売してるんですけども昨年はねあの30万だったんですけどもあの年をまたやでる時に50万にしたんですよで昨日今日とちょっとプロモーションをかけてみたところ2名限定で募集したら2名がすぐ決まってですね、まあ、ご入金いただいて終わりということなんですけどもまあだから日当50万 <laughs> ということになりますけどもねまあそれに北総に出言っちゃいけないんですけどもあの結局 常に放送を発信しているという信頼関係の構築があって、で商品があって、そこに、えー、視聴者さんのニーズがバチッと一致することがあるんですよね。で昨年の今頃30万で販売した時は、当然その時には今回ご購入いただいた方はまあ、魅力とか必要性を感じなかったんですよね。 その時もちゃんんと主張しててくださってたもんですよあの両方とも即家塾の熟成さんでもうね長い5年以上の付き合いですからねお二人ともで昨年のリリースの時はまあ、ね、ちょっと梨のつぶてっていうかね別に購入の意思はなくって50万になってから購入しますみたいになったんですよねだから30万の時も知ってるのに50万になってから買うみたいなところがあったりとかしてそうなると30万の頃は確かに安いんだけどもニーズを感じなかったんですよねでも50万になってから ああ自分には必要だ50万あ必要性に応じては安いなっていうふうな、ねうん、だから今軽自動車も200万とかね高くなってたりとかレクサスもセルショーが出た時は600万とか700万ぐらいであのトヨタのね高級車もフラグシップカーっていうふうに言われてたんですけども今はやっぱりセルショー かかららレクサスに変わって1000 1500万万前後から万ですからねでもセルシオ以上に売れてるというところを見るとんなんか価値が高まってニーズが高まってそれでも欲しいっていう感じになったんでしょうねうんすごいですよね今だからセルシオなんて30700万800万のがなんか50万ぐらいで買えますからねまあ私の50万ですけども諸々もろコミュニティ100万しなかったですからねで相見積もりしたのがやっぱりあの <laughs> レクサスの,あの500だったんですよ LS のオープンカーのその何ていうんですかね、えー、確かねあれですよソアラの後継機種じゃなかったかなあの4シーターなんだけど2シーターみたいなやつね1500万で300万300万300万頭金300万あ最後の支払いで間をなんか15万ぐらいのローンで埋めるみたいな提案されましたけどね相見積もりが <laughs> 三丸セールシオというね、うん、不思議ですよねだからセールシオ1台だったら1泊2日で購入できるみたいな時代ですよ、うん、まあその FX のコンテンツに関しましてはサービスのレベルを落としたくないんでえ本当にね34ヶ月に1回だけ1人か2人の募集っていうのをやってるんですよ、うん、で徐々に徐々に増えていって、まあ、まだ30名にはなってないんですけども でもまあこれもね1年かかってないですからねまだ販売に対してで30名ぐらいの方が買ってくださったとしたら30万で販売してもまあおよそ1000万ですよねだから単純にここにはあの単価かける客数っていう図式があるのかなというところもありますし客数ってのはもう単純にアクセスに比例しますからねアクセスを取るためには日々発信して 仮にアクセスが50505050 50, 50, 50って50続きでも50の中身がテーマによっては変わりますんでだから販売する商品が変わればそれに興味を持って再生してくださる人の視聴者さんのこう種類が変わってくるんですよね同じ50人でもだから低アクセスでもちゃんと売れているとまあ延べ人数で言ったら10日でね500アクセスっていう500人の別々の人が見てくれるっていうふうなことも考えられますしね あとは商品同じものじゃなくて変えていくってことですかね。まあ今回 FX の商品3種類あるんで出してるんですよ。あの、基礎編と中級編とオリガルヒっていう上級編とね。だいたいこれ3つまとめてくださいってなるんですけどね。本当になんかビジネスってのは色い々ろいろだなと思いますね。勉強になります。